ニコラス・アーロン・ヤングは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。主なポジションは、シューティングガードとスモールフォワード。相性はスワッキー・ピー。カリフォルニア州、レソダ郊外にある、クリーブランド高校に編入するまでに、成績不良により2度の退学を経験したヤングは、卒業するために、サット試験を3度も受けなければならなかった。 高校3年目となった年は、平均27.2得点、10.8リバウンドを記録し、2004年の CIF、l a t セクション、ロサンゼルスタイムズオールシティファーストチーム、サンフェルナンドバレーファーストチームに選ばれた。その年は、フィールドボール成功率57.3%、スリーポイント成功率46.8%、48スティール、 41ブロックの成績で、クリーブランド高校は通算25勝4敗。フープスキュープでは全米7位にランクされ、2004年のドラフトにエントリーすれば高卒選手ながら上位50位以内の指名は確実と言われていた。高校卒業後、南カリフォルニア大学に進学したヤングは、2005から06シーズンと2006から07シーズンのパックマイナス10。 ファーストチームに選出された。2007年に NCWA 男子バスケットボールトーナメントにおいてはノースカロライナ大学に敗れたもののチームをスウィート16に導いた。トーナメント2回戦ではケビン・デュラント率いるテキサス大学に勝利している。トーナメント終了後の2007年4月15日ドラフトへのアーリーエントリーを宣言した。2007年の NBA ドラフトで ワシントン・ウィザーズから一巡目16位で指名されて NBA 入り。12月15日のサクラメント・キングス戦でデビューを果たす。デビューから4シーズン半をウィザーズで過ごし、2012年3月にトレードでロサンゼルス・クリッパーズに移籍。フリーエージェントとなっていた2012年7月11日、フィラデルフィア・セブンティシクサーズと600万ドルの1年契約で合意主入した。 2013年7月11日、ロサンゼルスレーカーズに移籍。2017年7月5日、ゴールデンステートウォリアーズと1年520万ドルで契約した。ウォリアーズは、ドレーモンド・グリーン、ケビン・デュラント、ヘッドコーチのスティーブ・カーが勧誘にロサンゼルスまで駆けつけ、じきじきに交渉していた。開幕戦のロケッツ戦ではいきなり、 チームハイの23得点を叩き出したが1点差で敗れた。2013年から交際していたラッパーのイギー・アセリアと2015年6月1日、2人は婚約した。しかしヤングがデアンジェロ・ラッセルと電話していた際、ヤングが別の女性と一緒にいることを匂わせる内容をラッセルが盗撮しており、それをインターネット上にアップロードしたため世間に浮気が発覚。 アゼリアは激怒し、婚約は解消。チームメイトのプライベートを暴露したラッセルも批判され、一時はチームメイトから無視される事態に発展した。ラッセルはヤングに謝罪し、チームメイトとも和解した。ありがとうございます。